どうもこうです。今回はきつすぎる帰還校トップ3を紹介していこうと思うんですけど、その前に軽く自己紹介をします。僕は過去いろんな帰還校を経験してきました。まあ、正直に言うと、まあ、ほぼね、3ヶ月から6ヶ月ぐらいで、まあ、祝い金であったりとか、慰労金目当てだったんですけど、まあ、この経験をもとにきつかった職場っていうのを紹介していきます。今回の内容が良かったと思っていただけたらチャンネル登録、あとは高評価等していただけると嬉しいです。で、進め方なんですけど、完全にこの今台本見てるんですけど、もう台本をガンガン読みながら進めていこうと思っています。で、一応ね、今回紹介しているのは、トップ2に関しては1週間と1日っていうめちゃくちゃ早いスパンで辞めています。まあ、1日で判断するっていうのは早すぎると思った方も、まあ、慌てないでください。僕の話を聞いてもらえたら納得していただけるはずです。まあ、そして、前提のお話をしておきたいんですけど、まあ、帰還校っていうのは基本的に楽ではありません。まあ、何度か、ラッキーな、職場、楽な職場に、当たったことっていうのもあるんですけど、基本的にはしんどいと思っていてください。なので、今回のランキングは、この仕事がきついっていう判断基準はなしにしています。それ以外の要素で、僕自身の価値観に沿って選んでいます。今でも帰還校の求人っていうのは普通に出ているので、今から帰還校として働きたいと思っている方は参考にしていただけると嬉しいです。では早速話していこうと思うんですけど、名前をね、会社名をもったいぶっていてもしょうがないので、まずはトップ3を発表して、その後にどんな場所だったのかっていうのを話していきます。では、きつすぎる帰還校第3位は、工場閉鎖が決定している岐阜のパジェロ製造です。そして第2位が名古屋のトヨタ車体です。そして僕の中で、これは、ダントツです。というか、この今回の動画を撮った、理由がこれになるんですけど、絶対に行ってはいけない帰還校、第1位はダイハツ九州です。このダイハツ九州、これはほんまにやばかったです。これはこの後詳しく話していきます。ということで、まず第3位から、岐阜にあるパジェロ製造ですね。ここは、三菱自動車の 100% の子会社になります。そして、もう2021年に工場の閉鎖っていうのが決まっている会社になります。ここは、その社名の通りでパジェロを製造している会社になります。仕事内容はね、僕の場合は、車体を組み立てたりとかしていました。まあ、正直ね、仕事は普通にめちゃくちゃしんどかったんですけど、まあ、これはまあ、帰還校、であれば当然かなという感じです。で、まあ、一応帰還校ね、仕事あるあるとしては、3ヶ月もやれば、正直ね、最初めちゃくちゃきつくても全然余裕になってきます。なので、もうここはもう頑張って続けるしかないっていう感じです。んで、このパジェロ製造なんですけど、まあ、寮自体が工場の目の前にあったんで、通勤っていうのはめちゃくちゃ楽でした。ただ、もう田舎すぎましたね。もうちょっとありえないぐらい田舎でした。これ面接に行った時点で、まあ、正直失敗したなっていうふうに思っていたんですけど、まあ、その場でパジェロ製造の人とこう面接をして、でもその場で、1時間後ぐらいとかだったかなに、もう合格ですっていうふうに言われるんですよね。で、どうですかっていうふうに言われるんで、もう断りようがないという状態になりました。で、これ周りにはスーパーとかドラッグストアとかもなくて、コンビニも確かね、30分以上歩いたんですよ。っていうところに、やっと一軒、確かローソンやったと思うんですけど、がポツンとあったっていう状況で、まあ、生活するのにはあまりにも不便でした。でですね、まあ、ここは、面接の日にですね、最寄り駅から、紹介してもらった会社のバスで工場に向かったんですけど、その車内でですね、誰かが、朝原祥子ってわかりますか？オウム真理教の、人というかトップの人でしたね。なんですけど、この人の歌をめちゃくちゃ歌い始めるんですよね、ある人は。これ、オウム真理教を知っている人は、知ってるかなと思うんですけど、まあ、説明不要やと思うんですけど、超過激派ですよね。そんな宗教の歌をね、歌っているんですよ。で、最初は、証拠、証拠、朝原証拠、みたいな感じで、ちょっとボソッと歌っているような感じだったんですよ。でも、それが、ちょっとずつ音量が上がっていくんですよね。
で、僕はサビ以外の歌とかちょっとわかんないんで、もう、翔子、翔子、朝原、翔王子っていう、ここの部分しか僕、その時に覚えたんですけど、ここしかわからないんで、それでちょっと歌いますけど、最初は、翔子、翔子、朝原、翔子、翔子、翔子、ぐらいやったんですけど、ちょっとずつ、翔子、翔子、朝原、翔子、とか言って歌い出すんですよ。これめちゃくちゃ怖かったですね。あれだけの過激な宗教だったんで、もう頭よぎりますよね。残党かなとか。え、これテロ起こんのとか。一瞬頭よぎりますよね。めっちゃ怖かったです。はい。ということで、第3位の理由は、まあ、このオウム真理教怖かったなっていうのと、あと、異次元すぎる田舎でした。まあ、このパチェロ製造に関してはもう今すでにね、今から、入るということはまずありえないと思います。もう来年工場閉鎖決まってるんで。なので、まあまあ参考程度に、聞いてください。ということで、続いて第2位なんですけど、東都車体になります。ここは1週間しかいなかったんで、うろ覚えなんですけど、まあ確かね、本社の藤松工場だったと思います。まあ、そしてここはね、機関工ではなくて、派遣で行きました。まあ、いきなりこれルール無視で申し訳ないんですけど、派遣で行っています。で、ここは、仕事内容としては、塗装工程に、配属されました。でね、仕事自体っていうのは楽な方に入るのかなという印象を受けましたね。まあ、なんか塗装のこのスプレーがあるんですけど、それを、こう、ラインで車体がこう、なんていう、流れてくるんですよ。で、その車体の下に入って、なんか指定されている場所があるんで、そこをこうスプレーで、塗装を吹きかける。みたいな、そういう仕事でした。なので、まあ、仕事自体はすごく楽、かなっていう感じですね。まあ、ただ、職場の管理職の人がこれ最悪で、まず初対面でいきなり俺のことをお前って呼ぶんですよね。で、僕初対面からいきなりお前っていうやつめっちゃ嫌いなんですよ。我慢できないレベルで、ほんまに心の底から嫌いなんですよ。っていうのがまず一個あります。そしてですね、配属されて3日目ぐらいに、ガチで熱出て、会社休むことにしたんですよ。で、その時に、まあ、当然その人に、電話しますよね。今日休みますっていう。まあ、こういうとこなんで、まあ、すぐ辞める人間っていうのが多いのはやっぱり分かってるんですよ。で、まあ、ほんまに熱その時は出たんですけど、まあ、それを疑われるっていうのも、まあ、分かるんですよ。でもですよ、クソ野郎は、熱で休ませてほしいですっていうふうに僕は言うと、熱で出たんで、ちょっと休ませてほしいですっていうふうに言うと、お前ふざけんなよと、今すぐ会社に来いと、舐めんなよ、お前みたいなのがおるからな、みたいな、そういうことをガンガン言われるんですよね。で、もう、これえぐいなと思って、一旦ちょっとプチッと電話を切りまして、で、とりあえずね、これ一方的です。に電話を切りまして、録音の準備をして、もう一度電話をしました。まあまあ当然さっきプチって切っているんで、まあ、いきなり切るなとか、ボケ寝てながらいいやろとか、ええから出てこいボケみたいな、こういう関西弁ではなかったですけど、こういう感じでちょっとまくし立てられまして、で、当然こっちとしては録音をしているので、まあ、言われた通り会社に行きまして、そのまま人事部に直行して、この録音を聞かして、これどうなってるんですかという話をさせてもらったという感じでしたね、ここは。で、まあ僕はそのまま会社を辞めたんですけど、まあ、その後その人がどうなったかっていうのはもちろん聞いてないですし、わからないんですけど、まあ多分ね、介護とかそんなにはなるとはもちろん思ってないですし、なんなら管理職で亡くなるというようなこともおそらくないのかなと思います。意外とね、やっぱり大手企業であればあるほど、なんだかんだね、なんか不正みたいなのがあったとしてもね、そのポストをね、追われない、っていう、現状維持。みたいなのが意外と多かったりするんで、まあ多分今もノーノーと生きてるんやろうなと思うんですけど、まあ、ちょっとワンパンチは入れることができたかなっていうふうには思っていますね。で、ちなみにここは、この上司がクソっていうのも一つあるんですけど、もう一個ね、もうどうしてもきつかったのが寮なんですけど、まあ、まずはね、寮に行くと、布団とか、全部ありました。まあ、これは、一般的なんですよ。他の機関工とか、派遣とかの寮。に入っても、この家電とか、そういう一式では用意してもらえてるんですけど、トイレとか風呂とか、もうめっちゃ毛落ちてたんですよね、ここ。結構エグかったです。
で、挙句の果てには、布団の下に、布団干そうと思って、こう、持ち上げたんですよね。持ち上げると、その、布団の下にタバコの吸い殻が普通に落ちてて、あれはもう、えぐかったですね。それを見た瞬間に、クリーニングどころか、ほんまにちょっとした掃除すらしない、っていうことが確定しました。まあ、これちなみに初日ですね。行ってすぐです。行ってすぐ布団干そうと思って、これ確定しています。なんで、まあね、想像してもらったらいいと思うんですけど、誰が寝てたかわからない布団で寝るって、なかなかえぐい気分ですよ。しかも、その布団で誰が何ヶ月、何年、どれぐらいの期間寝ていたか、そういうのも全くわからない状態。でも、ほんま気分最悪で、一応ね、初日はね、我慢してその布団で寝たんですけど、まあ、やっぱりね、気持ち悪すぎて、二日目からっていうのは床で、床をもう、これでもかっていうほど掃除をして、まあ、そこでね、硬い床でしたけど、で、掛け布団も使うの気持ち悪かったんで、掛け布団も、持っていってたバスタオルを使って、寝ましたね。で、うん。まあ、これもね、辞めるときに一応クレームというか、すぐ辞める人も多いやろうし、なんかそういうことを座禅する気持ちっていうのはものすごくわかるんですけどっていう。まあ、ただ、ちょっと限度はありませんかっていう話は軽くさせてもらいましたね。うん。僕結構言ってしまう人なんで、こういうのちょっとあります。で、まあ、こんな感じで、トータサタイっていうのは一週間ほどしかいなかったんですけど、結構ね、印象深いエピソードが二つ、できましたね、ここは。まあね、もしね、職場の人が良かったとしても、量の悪さで、まあ、どっちにしろすぐ辞めていたかなという感じです。はい。なので、まあ、これは、機関校、ここには行くな、機関校、みたいなことというよりは、うん、結構ね、ここ以外でも、量関係雑やったりするところっていうのは、機関校派遣、問わず、あったりするので、まあ、こればっかりは、本当に、行ってみて、っていう、もうほんまに蓋を開けてみてどうなるか、っていうようなことなんで、避けようがなかったりもするんですけど、ちょっと注意が必要な、ポイントだったりもします。では次、堂々の第1位、第8九州ですね。うん。ここはね、中津にある工場。ここはもうほんまにクソでした。ほんまにここ今、求人確か出てたと思うんですけど、ここを、今考えている方っていうのはもう絶対に行かないでください。求人とかバーって見て、例えば関西圏とかでこう求人バーって見てても、あ、これ条件良さそうやなと思ってポチッと押したら、勤務先は中津です。中津じゃないわ。大分です。みたいな。今、中津って言いましたね、僕。多分中津っていうとこやったのかな。第八九州って大分にあるところになるんですけど、まあ、ここの求人を見た時に、勤務先は大分です、みたいな。書いてあると、まあ、ほぼほぼ十中八九、この第八九州なんで、そういう求人っていうのはもう無視する。っていうのが、最善策だと思っています。まあ、ちなみにここも、今回の機関校ルールを無視してて、まあ、多分派遣として行ってます。ここはね、1日しかいなかったんで、正直あんまり覚えてないんですよ。めちゃくちゃ曖昧な記憶しかないんですけど、まあ、ただ、工場の横にある、結構綺麗な寮だったので、なんか機関校やったんかなーと思いつつも、いやでも派遣で行った記憶あるなーとか、思っているんで、ちょっと曖昧なんですけど、まあ、とにかくここを考えてる方っていうのはやめた方がいいです。ではちょっと話していくんですけど、まずね、一週間程度やったかな、の研修があります。で、そこでいろいろ学んで現場に行くっていう、まあ、オーソドックスな感じではあるんですけど、まあ、ただですね、今の時代ではもうありえない。ほんまにパワハラっていうんかな、まあ、昭和感の強い、もうえげつない研修でした。うん。もうとにかくね、やばかったです。まずね、会議室に入社メンバーが集められて、僕の時は50人ぐらいやったんですけど、まあ、一人一人大きな声で、自己紹介をしていくんですけど、声が小さかったら教官からめちゃくちゃ怒られるんですよ。まあ、この時点でちょっと時代遅れなんですけど、まあまあ、ない話ではないので、スルーしといて、僕も、ちゃんとやりました。ですって、本名をちょっと言いたくないんで言わないんですけど、ですって、大声で言いましたよ。で、まあ、ちなみに一応ね、一発合格をもらいました。まあでもね、声の大きさとかって、個人差あるじゃないですか。僕も、声の大きさ、
まあ、もともとね、野球部やったりとか、あとは営業やってたりとか、っていうところで、まあ、営業ね、やってた時とかっていうのも、なんか合宿みたいにやらされて、ひたすら声枯れるまで大声を出すみたいな、やられたりとかしてたりとかして、結構そういう経験もあるんで、まあ、声を出すっていうこと自体に、僕自身あんまり抵抗がないので、全然言えるんですけど、やっぱね、中には、声を出すっていうことが苦手な人っていうのもいるじゃないですか。あとはもう純粋に声の大きさっていうのも個人差めちゃくちゃあると思うんですよ。まあ、それを純粋な声の大きさっていうことだけで判断するのってどうなんやろうって思うんですよ。例えばね、僕が 50% の力で出す声の大きさと、ある人が 100% で出す声の大きさがもしかしたら同じかもしれないじゃないですか。で、その会議室で自己紹介した時っていうのも、ほんまにそんな感じだったんですよ。心の底、心のじゃないね、腹の底から声を出しているような出し方で、例えば、100ヘクトパスカルでしたっけ単位。まあ、それぐらいの声の量が出る人もいれば、あ、そんなに頑張ってへんけど、でかい声出してんな、この人。っていう人も当然いるわけですよ。だから、その声の大きさっていう単純なそこだけで判断するのは、もう、この時点でどうなんかなと思ったりはしたんですけど、まあまあでもこれだけやったらまだ我慢しました。ここ正直お金の条件ってめちゃくちゃ良かったんで、全然我慢できたんですけど、ただこの後ですね、我慢できないことが起こるわけなんですよ。っていうのも、教官による人格否定ですね。うん、これはもうエグかったです。その時は3人ぐらいですね、僕の時は3人ぐらいの声の小さい人っていうのがいたんですけど、まあ、完全に狙い撃ちに合ってるわけですよ。何やその声の小ささはみたいな。もっと腹から出せばOKみたいな感じで言われてるわけですよ。めちゃくちゃ怒られてました。でです。次の瞬間、ほんまに耳を疑いました。その教官っていうのが、声の小さな人に向かって、まあ、お前はどうせ今までいろんなこと、いろんなしんどいことから逃げてきたんやろうと。そしてお前みたいなやつが社会で通用すると思うなよと。さらには、お前はどこに行ってもどんな会社に就職してもお前みたいなやつは通用せえへんぞと言うてるわけですよ。あれびっくりしました。そんなこと普通言うと、えぐかったです。しかもおとなしめにお前みたいなやつならどこ行ってもとかじゃないんですよ。めちゃくちゃ怒鳴ってるんですよ。めちゃめちゃでかい声でお前みたいなやつだーみたいな、どこ行っても通用せえへんボケーとか言うてるわけですよね。教官がめちゃくちゃ怖かったです。怖かったと同時にもう怒りが僕の中でも溢れてくるわけですよ。そんなこと言う、っていう。ちなみにこれさっき2位の時にも言いましたけど、初対面でお前っていうタイプの人間でしたね。共感の人。うん。ちなみに俺もお前って言われました。イラッとしましたけど。まあでももはやね、お前って呼ばれていることなんて全く気に入らなかったです。どうでもよかったです。まあ、それよりも、こんなね、人格否定することあんのと。いやいやと。でも、大発吸収ですよ。まあ、言うても一応大手、でかい会社なわけじゃないですか。そんなね、大手が未だにこんなことをやってんのかと。いや、待てよと。もしかしたらこれ、教官の独断と偏見。で、勝手に突っ走って言ってるだけなんじゃないかな。さすがに。さすがに大手が、今ね、こんな時代、コンプラめちゃくちゃ大事です。めちゃくちゃ気をつけてます。そんな時代で、こんなことを許してるわけがないだろうと、思いました。正直。で、さっきの2位のあれじゃないですけど、これ音声録音して訴えたら、これは間違いなく勝てるなと、いうレベルですよね。だって人格がっつり否定してるわけですから。うん。って思っていました。うん、そういうのをね、ずっと考えながら、その会議室にいたんですけど、まあ、多分ね、時間にして5分ぐらい多分その方ってね、言われ続けてたと思うんですよ。お前みたいなやつあかんわ、ボケ、みたいな。お前が何やねん、それ、みたいな。お前その声でいけるか持ってんのかみたいな。これ関西弁じゃなかったですけどね。他の関西人やからこう関西弁でこう今言うてますけど、多分九州弁的な感じだったのかな、みたいな感じでもうずっと、もうずっと言うてるわけですよ。でも言われてる人も、まあ僕はその人のちょうど背中の位置にいたので、ちゃんとは分かってないですけど、まあちょっとね、おそらくないで張ったんじゃないかなというような体の動き方をしていました。で、まあそれを見たときに、もうその時点で、はい、やめますと僕は思っていました。ただですね、
これただ辞めるだけじゃなくて、やっぱ気になるわけですよ。で、気になったら僕聞きたくなってくるわけです。なので、あ、そうや、その前に、ちなみにその教官っていうのは、これが俺のやり方やと、会社からも認められている、このやり方について来れへんやつはやめろみたいな感じで、怒鳴ってたっていうのを覚えています。それを聞いた時に、さっきの疑問は解消されました。あ、会社がこれ容認してるんやというのはもう確定しました。一応ね、その人が言うてるだけかもしれないですけどね。ただ一応その時点で確定したので、まあそれも、あ、やめよってなりました。で、僕の性格上ね、疑問をそのままにして変える、やめるっていうのもなんかちょっと気持ち悪かったんで、まあさすがに僕の中によぎったのはエゴかったんで、これはちょっと演技が入ってるんじゃないかなと、あえてそういう風に演じているのではないかなと、いうのが、よぎったんですよ。というか、そうであってほしいなみたいなところもあったんですけどね。で、周りに他の教官とかもいらっしゃったんですけど、その人のところに行って、仕事終わりです、仕事終わりでその人のところに行って、さっきのあれは何ですかと、会社は許してるみたいなこと言ってましたけど、これ社会的には許されないと思うんですけど、しかもこう訴えられたら、負けると思いますと、これ、どう思ってるんですかと、本当のところどうなんですかっていうような聞き方を確かしました。そしたら、これがね、結構ガチな感じの、昭和のスポコンっていうかな、結構ガチな感じやったみたいで、それを言った瞬間にまた僕が怒鳴られまして、今度はお前何やねんこらと、気に入らんかったらやめたらええやんけとか、いうのを結構なんか言われた、印象があります。うん。で、周りにいたね、何人かの教官っていうのが、まあ、間に入ってくれて、うん。でもね、5人とか6人ぐらいの周りに教官いてはったと思うんですよ。全体で多分10人ぐらい、教官っていうのは確かいたんですけど、で、そのうち5、6人ぐらいが、その場にはいて、で、その中の2人ぐらいっていうのが僕のところに、間を割って入ってきてくれて、まあまあまあ、みたいな感じで、収めてくれて、で、まあまあ気持ちはわかると。ものすごく言いたいことはわかるんやけど、ちょっとこれはもうちょっとどうしようもないんやという感じのことを言われました。なので、まあ、おそらくその二人っていうのは、正常な価値観、感覚を持っていらっしゃったんだと思うんですよね。まあ、ただ、お偉い、えげつないやつ、クソ野郎が、あまりにも力を持っていたような、関係やったんかなという感じでしたね。で、まあ、ほんまに申し訳ないな、みたいな感じのことを言われたりもしたので、僕も別に、僕が言われたわけでもないし、もともと別にほんまに、訴えようなんていうことも当然思ってないんで、ただ疑問を解消したかったというだけのことなんで、まあまあわかりましたと、こちらもなんかすいませんみたいな感じで、ただ辞めさせてもらいますみたいな感じで、もうその場でも言って、んで、確か、寮に帰って、派遣の、担当の人に電話をして、もうここは無理ですっていう感じの話をして、確か次の日に関西に帰りましたね、これは。うん、正直片道の交通費、行きはね、出してもらえたんですけど、帰りの、交通費っていうのはもちろん出してもらえないし、もう現地に行ったらまずね、備品関係って揃えるじゃないですか。ティッシュであるとか、シャンプーとか、そういう関係、洗剤とか、そういうの、全部買うじゃないですか。まあそういうのはもう全部無駄になりましたね。まあ一緒に行ってた、一緒の派遣から行ってた。で、ちょっとだけ仲良くなった、ちょっとだけお話をしてた、みたいな人にもあげたんですけど、それは。なので、まあ、1日分の給料は一応もらえたんですけども、普通にこれ赤字になりましたね。まあまあ、いろいろ行きまくってるとね、いろんな経験っていうのはしますよね。ちなみに、このダイハツ九州っていうのは、おそらくね、2年前とかの話になると思います。なので、もし今行ったら、変わっている可能性もあるんですけど、まあ、変わっていなかった場合ね、結構地獄を見ることになると思います。なので、僕はもう、わざわざ、このダイハツ九州に行くメリットはないのかなと思います。優先順位としてはほんまに最下位でいいと思います。多分行って後悔する可能性が非常に高い。僕はめちゃくちゃ後悔した。ほんまにこのダイハツ九州っていうのは行く価値がないと思います。僕はもうそう断言したいんですね。うん。あれはほんまにひどかった。今から思ってもちょっとイライラするもんな。ほんまにひどかった。ということで、今回はきつすぎる機関校トップ3っていうのを紹介してきました。よかったらチャンネル登録もよろしくお願いします。
また次のね、動画でお会いしましょう。さよなら。